OK 次行きましょう。次はマイクキュミャ。私のうちの近くに大きいデパートがあります。あのデパートでいろいろな店があって、小さいものから大きいものまで売ります。今日は私は、会社の資料をコピーしてたいでした。そして映画も見たかったから、あそこへ姉と自転車で行きました。あそこに着いた時、最初に映画館の売り場に行きました。行きました。店員が私に映画のカタログを見せて、どんな映画を見たいですかと聞きました。私が面白いくて楽しい映画を見たいと答えて、見たかった映画を指しました。店員が私にかしこまりました。少々お待ちくださいと言いました。私はお金を払って、チケットを取って、映画を見ました。映画を見た後で、本屋に入って、新聞や雑誌など買いました。最後に、会社の資料をコピーしました。以上です。OK。よく覚えるね、長いの。すごいね。